三崎臨海実験所記念館。1935年地区の旧実験所、本館2018年4月15日撮影。東京大学大学院理学系研究科付属臨海実験所は、神奈川県三浦市三崎町にある東京大学の付属研究所である、三崎臨海実験所とも呼ばれる。日本最初の臨海実験所として1886年に創設され、 1897年に油壺に移転し、現在に至っている。三浦半島の西南端の岬に所在する。油壺湾と書礎湾の入り口にあたり、豊かな生物書を有しており、この付近で最終可能な動物種は500種を超えるという。三國柿地が入選の幕府選番所跡の敷地に、 木造の研究棟を建てたのが始まりで、基礎生物学の研究教育施設として世界に先駆けて設立された。生物科学の研究教育において、数多くの業績を残し、現在も遺伝学、細胞生物学など様々な研究教育活動に活用されている。1993年に新実験研究棟が、春工。 水深1000メートルまでの生物を調査することができる臨海丸などの装備もある。1928年から水族室は一般公開されており、1932年には付属の水族館を開設し、有料で公開していたが、付近に京急油壺マリンパークが開業すると、その影響で動員数が減少し、1971年8月に閉鎖した。 1999年2001年には桟橋が大幅に改良され、2000年には建物の法を高等学校生徒の勉強の場として開放。2002年には潜水作業専用の潜水作業棟が整備された。現在は野外研究調査の拠点として、また海洋生物学の啓蒙の場として整備されている。2013年7月に標本島、 約100点を展示する海洋教育展示室が開設された。三崎臨海実験所は理学部生物学科、教養学部、農学部の学生実習に利用されており、他大学生も受講できる公開実習も行われている。また、東京大学大学院理学系研究科生物科学専攻に協力講座として参加し、大学院生を受け入れている。ありがとうございます。